AI オドエフスキー、アレクサンドル・オドエフスキー、ロシアの貴族、詩人、デカブリスト党員、チェルニーヒウ公国に起源を持つ、古いロシア貴族の家系に生まれる。家庭で教育を受け、アレクサンドル・グリボエードフ、アレクサンドル・ベストゥジェフ、コンドラチール・ルイレーフなどの文学者たちと交流し、一致して、当時の感傷的で、メランコリックな主張に反対していた。 1824年から、この駅兵連隊に勤務しているうちにルイレー F やベスト・ウージェフに誘われて、主官の結社に加入し、1825年12月の反乱に積極的に関与したという罪で逮捕され、異界君等を剥奪され、シベリアの鉱山に12年の時計を命ぜられた。1837年まで刑期を務めた後に、 ニジニーノブゴろド隆起兵連隊の一兵卒として、コーカサスに派遣され、そこで、レールモントフやニコライ・プラトノビッチ・オガリョフと知り合う。マラリア熱により、認知で死去。本格的な施策は、ペトル・パブロフスク要塞に投獄中に始め、プーシキンが、流刑中のデカブリストたちに捧げた、シベリアへ送る歌に応えて1827年に、書かれた、プーシキンに応える、が、 最も有名である。コーカサスで友人になったレール・モントフがオドエフスキーの死を悼んで作った死が AI オドエフスキーの思い出である。ありがとうございます。